インダストリアルメタルは1980年代後半に生まれた音楽ジャンル。インダストリアルダンスミュージック、スラッシュメタル、ハードコアパンクの音楽的側面を持ち、メタルギターリフ、シンセサイザー、打ち込み、サンプリング、ディストーションをかけたボーカル等が使用されている。1980年代後半、インダストリアルミュージックとヘビメタルが接近。 ゴッドフレッシュがゴッドフレッシュで、ミニストリーがザ・ランド・ント・ブレープアンドハニーで、それぞれ結実させ、1988年にリリースした。1992年、ナインインチネイルズがブロークン、ミニストリーがサーム69をリリースし、アメリカで100万枚以上のセールスを記録。ナインインチネルズのトレント・レズナーは、マリリン・マンソンをプロデュースし、世界各国で、 高セールスを記録。インダストリアルメタルシーンは流星を極める。1990年代後半、ビルボード200チャートで、マリリン・マンソンのアンチクライスト・スーパースターが3位、ロブゾンビのヘルビリー・デラックスが5位、9イ,インチネイルズのザ・フラジャイルが1位になった。また、ビルボードヒートシカーズチャートでは、フィルターのショートバス、 スタッピングウェストワードのウィザーブリスターボン、ピール、ラムシュタインのゼンズフト、オージーのキャンディアス、スタティック X のウィスコンシンデス・トリップが上位にランクインした。KMFDM のサシャ・コニエツコインコンサート2005インダストリアルミュージックにエレクトリックギターはたびたび使用されてきたが、スロッピング・グリッスルをはじめとする多くのインダストリアルグループは、 アンチロックの姿勢を強く打ち出していた。そこにキリングジョークがインダストリアルとロックをクロスオーバー化し、その音楽性はミニストリー、ゴッドフレッシュ、ナインインチネイルズなど数多くのミュージシャンに影響を与えた。その一方、スティーブ・アルビニによるビッグ・ブラックもドラムマシーンを使用し、インパクトを与えた。かつてナパームデスのギタリストでありゴッドフレッシュを結成した。 ジャスティン・ブロードリックが影響を受けた音楽は、パワーエレクトロニクスバンドのホワイトハウス、ノイズ・ロックのスワンズ、ブライアン・イーの、ブラック・サバス、ザ・キュアの、ポルノグラフィーなど多岐にわたり、それらを吸収することによって、インダストリアルメタルが生み出された。また、ミニストリーのアルジュール・ケンセンは、スラッシーメタル好きでセバルトラのファンであったというところから、インダストリアルメタルに至り、 KMFDM のサシャコニエツコはヘビメタルのギターリフをサンプリングすることからインダストリアルメタルに至ったという。ありがとうございます。